飛べ再出発の舞台裏、平野紫陽の挑戦に隠された驚きの一言。最近、平野紫陽が2つの CM に出演し、そのメッセージが多くの人に響いたことでしょう。まず、2月10日から放送中のサントリー人、ミス、SUI の新テレビ CM、飛べ所属を初の CM で、平野は東京03の角田昭弘と共演し、居酒屋でミスジンソーダを楽しむシーンが印象的です。この CM では、 新しいスタートを切った平野がすがすがしい笑顔で登場し、意図生成し、と口にします。彼の言葉には、リスタートを切ったばかりの今の彼自身と重なるものがあります。また、渋谷に展開された巨大広告も話題を呼び起こしました。同じく2月10日に発表されたデジタルハリウッド大学の CM、みんなを生きるな、自分を生きよう。2024編では、平野が後輩の相談による先輩役として登場。 将来に悩む後輩に夢を追うことは簡単じゃないけど、その夢を実現できたら最高だ、と力強く語りかけます。このメッセージは、彼自身が新たな道を歩む中で感じたこととリンクしているようです。観客が感じるのは、平野が新しい一歩を踏み出す中で、これらの CM のメッセージが彼自身と共鳴していることです。例えば、 ミス、SUI のキャッチコピーである、シン、すがすがしい人は、リスタートを切った平野の姿勢とシンクロしています。デジタルハリウッド大学のコンセプトメッセージも、夢を追い続ける平野の生き方を象徴しているように思います。YouTube で公開されたデジタルハリウッド大学のインタビュー映像では、平野が人生の選択に悩む人へのメッセージを繰り返します。本当にやりたいことなら、失敗してもいいと思えるはずなんですよとの言葉には、 彼の前向きな姿勢が現れています。これは彼が失敗してもいいと公言してきたフレーズとも一致します。普通なら失敗を避けることが人間の本能ですが、平野は夢を追い求め、失敗も覚悟の上で前進する勇気を持っています。夢を追いかけることは容易ではなく、結果がすぐに現れるわけではありません。しかし、挑戦し続けることが夢の実現につながるのだというメッセージは、多くの人に勇気を与えるものです。 平野が飛べで再出発し、夢を追い続けている姿勢は、彼が以前から語ってきた、海外での活動とも関連しているようです。彼の言葉や行動からは、結果がどうであれ、挑戦すること自体に勇気をもらえることが伝わってきます。その選択が正しいかなんて、今の時点じゃ誰にもわかんないしという言葉からも、平野の哲学が垣間見えます。彼は自らの選択を正解にし、未知の道を踏み出すことで、最終的に、 最高だ、と思える瞬間を迎えることでしょう。彼の姿勢は、迷った時に自分が最高だと感じる方向に進む勇気を私たちに教えてくれます。